皆さんこんにちは。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。本日は私どものカーテンのコレクションの中から1923年に創業された90年余りの伝統を持つアメリカのウェバリー社のカーテンの生地を紹介させていただきます。こちらのメーカーはアメリカントラディショナルな美しい高いデザイン性が自慢のまた評価が高いファブリックメーカーです。こういった花柄のデザインをとても得意とします。こちらは色違いとなります。そしてこちらになりますと人々の生活を描いた風俗を描いたトワレ柄、古典的な柄ですがベースが明るいグリーンを使われていますので、今マンションのお部屋に白い壁の中にかけてもとてもおしゃれだと思います。こちらは色違いのイエローになっています。ちょっと雰囲気はガラッと変わりますが、とても大胆なブルーの濃淡で描いたデザインです。花柄のデザインになります。寒色系の色味を使っていますが、素材がリネン55、レーヨン45、大変素材感がありますので、そんなに冷たさを感じるわけではありません。白い壁の中にかけてもまたモダンな感じがあると思います。雰囲気はガラッと一変しますが、少しエスニックなペイズリーで描いたデザインです。今こちらのサンプル自体は三ツ山でサンプルを作らせていただいていますが、大変大胆な大柄なので、ひだをつままないフラットカーテンでこのデザインを味わってもいかがでしょうか。色は変わりますが、こちらの同じデザインでグリーンの色味があります。こちらも大変素材感があってしますが、先ほどの色味と変わって違う生地のような感覚があります。そしてウェバリー社のもう一点ご紹介させていただきます。こちらは少し和の感覚があるデザインになっています。
こちらも結構大胆なデザインです。結構ブルーも何色も使っていまして、深みがあるデザインです。いかがでしょう。どうぞお店にご来店いただき、手に取ってお確かめください。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。